はい、どうもキューピー48です、本日もですね、セイントセイヤレビューしていきたいと思います。本日はですね、チャイナマイスでございますよ。はい、こちらになります。ドーン。はい、こちらですね、もう書いてあるんでね、わかりますね。ベヌーのカガホですね。はい、こちらの方がですね、チャイナで出ておりますと。確か正規品はですね、セイントクロスマイスですね、無印マイスの方で確か出ておりましたね。はい、でこれは、チャイナ版ですので EX バージョンといった形でございますね。うん、箱もねちゃんとしてるんですけど、ベコベコっすねこれまあ相変わらずだな。綺麗な箱なんですけどね、もったいないね。いや、このイラストとかもすごいですよね。はい、じゃあ中早速見てみましょうか。よいしょと、よいしょよいしょ、いいよこらせーと。あ、すごい二重になってますね。はい、まあ箱はね、まあ箱はね、まあいらないですね。はい、ほいしょ。はい、じゃあ中身見てみましょうね。はいはいはい。はい、今回ね、ブリーフケースは2枚ですね。すごいですね。羽が入ってるのと、あとマスクと腰アーマーかな、ここに入ってるのは。あとなんかここにもなんかパーツありますね。はい、あとはこちらの方が素体と、なんだろうな、まあ、サープリスが一式入ってた感じですね。あとはこちらが、髪の毛パーツかな。あと手の甲のパーツもこの中入ってますね。はい、あとはこちら表情パーツとハンドパーツといったところですね。いや、これはちょっと期待できちゃうんですよね。はい、もうね、見つけたから結構経つんですよね。なので海外サイトの方ではですね、レビュー動画かなり上がっているんですけども、まあ、ちょっとそのレビュー動画見てたらね、どうしても欲しくなっちゃって買っちゃいました。はい、ではですね、詳細見ていきましょう。はい、ブリーフケースの方からね、出してみました。まずね、素体なんですけれども、これね、すごいいいですね。またメタル素体ではあるんですけれども、なんか作りがめっちゃいいんだよな、これ。で今回はこう上には上がらないタイプなんですよね。うん。あとね、腰、あ、まあ、この辺りの可動はするみたいですね。ちょっと硬いけどね。硬いけど、まあまあ動きますね。あ、はい。何がいいってね、まずここ、この膝のところ、ここが黒いんですよ。これはね、嬉しいですね。他のメタル素体の、特にその、ゴールドセイントのサーブリスバージョンだと、ここが肌色になっちゃってるんで、すごい目立ってたんですよね。うん、でもこれはいいですね。ただね、ここがちょっと緩いね。うん、グラグラですね。はい。まあ、それ以外は特に申し分ないかな。あ、まあちょっと関節は固めですね。ただまあメタル素体なので、まあこんなものかなと思いますけど、うん。いや、これいいですね。あとはね、表情なんですけど、これどうなんだろうな。髪の毛つけばね、だいぶいいんですよ。でも、表情パーツだけ見るとなか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 どうしてちょっと雑だなっていうイメージがしましたね。あ、そっか。あとね、この後ろ髪、これちょっと取れちゃいましたけど、ここはね、こういう風にセットできるようになってるんですよね。これはね、すごく嬉しいですね。クロスとか着せるときに一回ここ外して胸パーツつけて、あとでこうやって取り付けるということができるので、これはね、いいですね。とっても、うん、とってもいいです。はい、あとはまあ、表情パーツですね。問題の表情パーツ。ね、目が細いのかな？カガホってもともと目細いんですかね？ちょっとわかんないですけど、まあ確かにちょっときつい顔のイメージはありますね。ロストキャンバスに登場してくるやつなんですけど、まあ、カガホ僕はね、好きなキャラではあるんですよね。結構貫いてるっていう感じでね。なんかの一気みたいなイメージですよね。まあ、ハーレス軍なので一気じゃないと思いますけど、ね、なかなかいい感じですよね。ただこれがね、ちょっと表情パーツは私は個人的にはいまいちかなと思います。うん。まあ目がね、なんか細いから限界あるんだと思いますけどね。若干ちょっと無理してるかなという気はしますね。はい。あとはハンドパーツですね。半開きと、この手刀のやつと開いてる手ですね。手の甲のパーツは一組しか今回含まれていませんでした。これはちょっと残念ですね。うん。まあちょっとなくしちゃうとね、大変なことになりますよ、といったところかな。はい。あとはですね、ベヌーのカーサーブリスですね。これがまたすごいですよ。まあマスクとかはね、あれなんですけど、ただね、ちょっと思ったんですけど、この、なんていうのかな、黒はいいんですよ。黒は結構綺麗なんですけど、
この柄のところですね、柄のところがね、多分これグレーなのかな、ちょっとブルーがかったグレーですね。まあ、再現性は高いと思うんですけど、結構光沢のある商品をずっと見てきてたので、この非光沢というのがね、どうしても私ちょっと違和感があるんですよね。うん、でもまあまあまあいい感じだと思います。はい、肩アーマーもいいですね。で、今回肩アーマーはね、これ多分両方ともね、プラなんじゃないかな。あ、違うか、上だけはダイキャストかな、下はね、これプラのはずなんですよね。可動ギミックはないみたいですね。はい、まあでも、ちゃんと LR も刻印がされてますね。このプラスチックの部分ですけど、刻印がされてました。これもいいですね。あとは腹パーツですね。腹パーツも今回プラモの形ではなくて、ちゃんとね、ブリーフケースに入ってましたと。はい、これが二の腕アーマーですね。うん、二の腕アーマーも色分けはちゃんとされてますけど、この辺ちょっとハゲてますね。まあ、ハゲちゃってしょうがないね。はい、であとはこちら腕アーマーですね。うん、腕アーマーもいい感じですね。色分けもちゃんとされてますが、あ、ちょっとこの辺またハゲてますね。結構ね、ハゲがひどいかもしれん。うん、じゃあ先にこれいきましょうか。これは羽をつけるための背中のパーツですね。うん、これもかっこいいですね。はい、で腰アーマー、これがね結構かっこいい。このトゲトゲした感じ、このスカート部分、これはねちょっとたまらんですね。うん、これどっちが前なんだろう。あ、こっちが前なんですね。うん、バックルタイプですね。はい、これが後ろなんだ。へえ、なんかね、こっちが後ろっぽいですけどね。うん、まあでもこうついてたんで、これが前なんでしょうね。へえ、はいはいはい、いいじゃないですか。はい、あとはこちらももパーツですね。ももパーツは特に色分けはないみたいですね。原作でもそうなのかな。うん、ちょっとわかんないですけどね。あとは膝、スネアーマーですね。はい、スネアーマーもちょっと色ハゲがあるかな。うん、でもこのくるぶしのところのね、パーツもちゃんとついてていいですね。はい、あとは膝のパーツもちゃんと2個ついてましたね。うん、良かったですと。はい、こんな感じ。あとね、あ、そっか、あと羽ですね。この羽もね、いいですよ。ただ展開ギミックがあんまりないです。まずね、この下のところですね、この部分、この部分が動くのと、あとはこの部分がこんな感じで、これぐらいしか動かない、こんな感じなのでね、ちょっと展開はねあんまりできない感じですね。うん、あとここの根元がどれぐらい動くかですけども、まあちょっとそれはつけてみないとわからないんでね、試してみたいと思います。あとね、最後の1個、これがねわからない、このパーツ何なんだろうなって感じなんですよ。これ何のパーツなんだろう、ちょっとわかんないんで、まあ、組み立てていく中でもしかしたらどっかで使うのかもしれないですね。うん、まあ、なくさないように取っておきたいなと思います。はい、ではですね、カガホの方にスケールの方を装着していきたいと思います。
はい、カガホにですねベヌーのサーブレス装着してみました。ですねこれねまたやらかしましたよ私こいつ、はい、グラグラですよね。はい、またやりましたと。これですね、はい、こちらになります。またやらかしちゃいましたね。もう最悪マジで。このパーツ売ってないかなマジで。ほんと頼むよって感じですね。いやー参った。かなり時間かかっちゃいました。あとね結構羽がね大きいのでちょっとねポージングとかは結構考えないと大変ですね。あのこの背よりもですねこいつの方が長いんですよね。なのでちょっと置く位置とかね結構考えないとダメかもしれません。はい、ただね全体的にはねかなりかっこいいっすね。やっぱりカガホいいっすね。めちゃくちゃかっこいい。はい、ではですねカメラの方移動して見てみたいと思います。はい、こちら足元ですねいかがでしょうか。いやーこれはねいいですよ。あとね足なんですけど右足と左足の長さが明らかに違いました。これはね正規品では絶対ありえないですね。で今どう調整してるかっていうと右足の方がね長いんですよ。で左足の方が短かったんで足の差し込みをですね少し甘くしてます。左をね、そうすると高さがちょうど合うっていう感じなんでそれでなんとかしてるといった状態ですね。もうなんか最悪だなマジで。せっかくかっこいいのにね、せっかくかっこいいのにそりゃないぜって感じですね。はい、こんな形ですね。いやいいですね。はい、あの先ほどよくわからないって言ってたパーツはこの首元の襟のところのパーツでしたね。うん、いやこいつはまためちゃくちゃかっけえ。いいっすね。いやこの羽がね、まあ、でかいんでポージングしにくいっていうのはありますけど、まあ、でかいからこそかっこいい、カガホらしい、まあ、そんな感じなんですかね。あと髪の毛見てみると色もそうなんですけど髪型も含めてやっぱり一気に似てるんだよな。これやっぱ一気の前世とかなんですかね。いやこれはねでもかっこいいっすよマジで。マジでかっこいい。いやこれはいいね。はい、ではですねカメラ戻したいと思います。はい、カメラの方戻しましたんでね回転させながら見ていきましょうか。はい、回転させましょう。よいしょ。はい、このね羽が素晴らしいですね。いや悔やまれるな。2点悔やまれます。まずですねフロントアーマーのこのフロントの腰アーマーですね、これがまた折れちゃいましたと。今紐で仮止めしてますと。はい、あとね右足と左足の長さが違う。これはね結構ね致命的ですね。あんだけ素体がかっこよかったのに右足と左足の長さが違うっていうのはねこれはかなり致命的ですね。もう普通に直立させることができない状態なのでこれは厳しいな。ただそれ以外はもう満点ですね。私の中ではめちゃくちゃかっこいいです。あの柄のところのねシルバーがいわゆる艶消しなのでそこだけが気になるかなと思ったんですけど、まあ、こうやってね全体を見てみるとまあまあ全然問題ないんじゃないでしょうか。はい、いやこいつはねいいですよ。まあロストキャンバスに出てくるやつなんで正式なセイントセイヤではないのかな。まあ一応外伝的な話になるんですよね。あの前聖戦の時のスペクターになるんですけども、まあ、この人ハーディスにはめちゃめちゃ忠誠心熱いのに結構アウトローなやつなんですよね。全然言うこと聞かんみたいな感じで、ただゴールドセイントに匹敵するぐらい強いんですよね。前聖戦のいわゆるタウラス、アルデバランって名前でしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、そいつと戦うんですよね。でアルデバラン負けたんじゃなかったかな。でまあこいつも深手を負うんだけど負けたような気がしますよね。いやそれぐらい強いんですよね。なのでいわゆる通常のセイントセイヤですね、いわゆる現代版のセイントセイヤだと、まあ、この手のキャラはいないのかな、いなかった気がしますよね。まあファラオとかね、あのパピオンとか出てきはしますけど、
3巨頭に匹敵するぐらい強いわけではないんですよね。もうこいつは完全に3巨頭と肩並べるぐらいめっちゃ強いって感じなんで、まあ、そういった意味ではね、こういうキャラがね、いわゆる現代版のセイントセイヤの方にも出てきてくれればね、よかったんですけどね。そこは残念ですが、まあただロストキャンバスではかなり重要なキャラクターになっているので、こいつはねなかなかいいっすよね。はい、ということで、チャイナ版のねカガホ購入してみました。まあいろいろ残念なところはありましたが、まあ総合的にはねすごくいいなというふうに思いますちょっとねパーツが壊れるっていうのがね一番しんどいかな。まあでもしょうがないですね。はい、このあたりは取り付け時の注意なんかもあると思うのでね、皆さんもお気をつけください。はい、ということでですね、本日はこのあたりにして、またですね、次回の動画でお会いできればと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。失礼いたします。バイバイ。